うわぁ、大きなダダンダンがいるね。なんとこのダダンダン、お口の中に入って操縦することができるじゃん。スイッチやレバーを押すとどうなるのかな。さあバイキンマン、早速動かしてみてね。はい、なのだ。スイッチオン。うわぁ、ダダンダンの目が回り出したぞ。そして奥のレバーを動かすと、ダダンダンの目の中が動き出したよ。面白い。みんなで追いかけっこしてるんだね。ドキンちゃんにポキンちゃんもいるよ。この危険なボタンを押していいぞ。ホラーマンがサメに追いかけられてる。まだまだ、ダダンダンの秘密基地はこんなもんじゃないぜ。パチン。お、今度は反対の目の中、バイキンマンがおしゃれな服に変身した。さあ、おめかししたら今度は遊び場へ連れて行ってやるぜ。早速モグリンに乗って、じゃなくて SL マンに乗って、ガタンゴトンガタンゴトン、バイキン秘密基地へ出発進行。と言ってバイキンマンはどこかに連れて行ってくれるようです。一体どんなところなんだろう、楽しみだなって。これは大きなダダンダン。今度は口の中に入って遊べれるようになってるんだね。さあ、とっても面白いところなんだ。それに特大ボールもあるぞ。ほんとだ。じゃあバイキンマンのボールに座って遊んじゃおう。たくさんのボール遊びができるんだね。みんな楽しんでくれたか。うん、大満足だよ。よし、それじゃあ次の乗り物に乗るか。バイキンマンが何か乗り物に乗せてくれるみたいだよ。さあ、その乗り物とはズバリバイキン UFO だ。おお、かっこいい。アンパンマンミュージアムでは本物のバイキン UFO に乗ることもできる。今からみんなを俺様の秘密基地に連れて行ってやるからな。よし、早速だ。降りろ降りろ。わあ、みんな見て見て、バイキン城が見えてきたよ。そしてバイキン城の目の中を覗くと、バイキンマンの部屋が見えるみたい。カビルンルンがバイキン UFO を直してるよ。さあ、次は一体どんなお部屋かな。ああ、バイキンマンがベッドですやすや寝てる。カビルンルンは爆弾を持ってどこかに行こうとしてるよ。こっちのおめめの部屋にヒントがあるかな。あ、ホラーマンだ。そしてバイキン UFO についているグーパンチと、カビルンルンが持ってた爆弾を抱えてるね。ということは、カビルンルンもホラーマンのお手伝いをしようとしてたんだね。そして最後はドキンちゃんの部屋だ。ピンクのソファーがとっても可愛いね。はい、というわけでバイキン城の中の作りはこんな風になってました。初めて知ったよって子はグッドボタン押してね。ちなみにバイキン城の下には恐竜の化石が埋まってます。そしてアンパンマンの街の畑の下にはアリさんがたくさん住んでるんだ。モグラさんが穴を掘りすぎちゃってごめんねってしてるね。よし、それじゃあ次は誰の部屋を見に行こうかな。ドキンちゃんじゃなくてホラーマンでもない、やっぱりバイキンマン。今度はキッチンを案内してください。はい、ここが俺様のキッチンだぜ。いつもカビルンルンが盗み食いしてるけどな。そしてこちらは俺様のトレーニングルーム。アンパンマンをやっつけるために日々体を鍛えてるんだぜ。うわ、アンパンマンの写真を貼ってバツ印までつけて絶対に倒すんだぞって気持ちが感じられるね。そしてバイキン仙人こんにちは。
てうわばいきんぞうではくものかたちまでばいきんまんなんだ。こわい。カビルンルンもあそんでる。とってもひろいおへやでした。あそうそう、言い忘れてたけどここはすべりだいになってるんだぜ。うわーたのしい。バイキンジョーやダダンダンの中にこんなに遊べる場所があったなんて知らなかったよ。ヒュー、楽しい。たくさん遊んだらなんだかお腹が空いてきましたね。そうだ、バイキンマンに何か食べれるものがないか聞いてみよう。おいバイキンマン、お腹が空いたよ。何か食べれるものはある？それならちょうどいいものがあるぜ。じゃじゃーん。ここのパン工場ではたくさんのキャラクターのパンを作っているのだ。うわー、美味しそう。じゃあパン3つください。あいよ。じゃあ1つ目、バイキンパン。中身は一体何が入ってるんだろう。中身はチョコレート。お次はダダンダン。ダダンダンの中身もチョコレートだと思う人はチャンネル登録お願いします。正解はチョコレートでした。最後に双子のソーセージ兄弟の中身も見てみよう。中に何が入っていたら君は嬉しい？そう、ウインナーだね。とっても美味しそう。それじゃあ食べるよ。いただきます。うん、おいしい。おいしいチョコレートパン大満足だね。さあお腹がいっぱいになったらゲームをして遊ぼう。そのゲームとはガチャガチャです。うわー、くるくる回る歯車がたくさんあってとっても面白そう。お、上からボールが落ちてきたよ。これは一体何なんだろうね。あ、アンパンマンのカプセルだ。パカッと開けて中から出てきたのはカレーパンマンのキーホルダーだったよ。バイキンマン、たくさん案内してくれてどうもありがとう。それじゃあアンパンマン号に乗って帰ります。おう、また来てくれ。操縦席に座るよ。それじゃあみんなにアンパンマン号の中がどうなっているか紹介するね。ハンドルは2つあってボタンもたくさんあります。そして座席の後ろ部分にはかまど。これでいつもジャムおじさんがアンパンマンの新しい顔を焼いてくれているよ。そして実はアンパンマン号の鼻の部分は窓になっていて外の様子が見られるようになってます。だからこうやってスイスイ進むことができるんだ。よし、もうちょっとで目的地に到着だ。着きました。どこに来たかというとここはおもちゃ屋さんです。大きなブロックラボのオブジェ、そしてアンパンマン号の商品棚。アンパンマンの顔が描かれたお菓子が売ってるね。こっちには SL マンの棚があるよ。うわ、お買い物の棚にバイキンマンやアンパンマン、そしてメロンパンナちゃんのキャラクターがいるなんて歩いているだけでもワクワクしちゃうね。アンパンマンミュージアム楽しそう。行ってみたいって思ってくれた子はグッドボタンお願いします。たまごマミーでは子供たちが楽しめる動画を公開中。ぜひチャンネル登録もしてください。続けてたまごマミーのアンパンマンの動画を見てね。